ポールアンソニー・ピアースはアメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身の元バスケットボール選手。NBA のボストンセルティックスなどで活躍した。ポジションはシューティングガード、スモールフォワード。愛称はザ・トゥルース。愛称の由来は身体能力に頼った派手なプレイではなく基本に忠実なプレイスタイルを貫くことから来ている。ちなみに この愛称をつけたのは、シャキール・オニールである。ピアース永久欠番2000年1月21日名門カンザス大学のスターであったピアースは、オールアメリカンのファーストチームにも選出され、ドラフトの目玉選手であった。1998年の NBA ドラフトで最も嫌いだったというボストンセルティックスから全体1医指名を受け、プロリーグ入りした。この時、 上位3位以内は確実とも期待されていたが本人も驚くほどの遅い指名順位でありチームメイトでデンバーナゲッツから3位で指名されたレイフラフレンツよりも遅い指名順位だったピアースがセルティックスを嫌っていた理由は少年時代から大ファンであったロサンゼルスレイカーズの当時のライバルチームだったからであるまた10位まで順位が落ちてしまった要因として ドラフト前のピアースに対する評価が高かったことに、本人が気分を良くして、SG ではなく、SF でプレーしたい、サクラメントとトロントには行きたくないなどと発言した、ことが、スカウト人の印象を悪くしたのではないかとされている。それでもピアースは気持ちを切り替え、ルーキーシーズンから、16.5得点、6.4リバウンド、2.4アシストという、 高い数字を残し、オールルーキーファーストチームに選出された。その後も迫力あるダンクと、高い成功率を誇るジャンプショットで、チームに貢献。ところが3シーズン目の開幕前に、口述の死傷事件により不安がよぎった。ところが、驚異的な回復力で、約1ヶ月後の開幕戦に復帰。さらには、満身創痍ながら、初の、 全82試合に先発出場し周囲を驚かせた。以降、ピアースはセルティックスの新たなフランチャイズプレイヤーへと成長していく。2002年のプレイオフにはウォーカーとのコンビでチームをカンファレンスファイナルまで導きニュージャージーネッツ相手に首都を演じた。2002万2003年にはオール NBA サードチームに選出された。また、 NBA オールスターゲームにも5回出場している。優勝パレードに参加するピアース2008年2003年以降は徐々にチーム成績が低下していき何度もトレードが噂された。06から07シーズンにはオフに手術した左肘以外の新たな怪我で長期欠場、さらにチームが20連敗をするなどチームは泥沼状態に陥った。 これまでピアースは劣悪なチーム状況の中にいるグッドプレイヤーの典型であったが、チームに対して補強を強く要求したことが功を奏し、チームが改革に乗り出した。リーグ屈指のシューターレイアレンに加え、ミネソタティンバーウルブズで同じく苦りを舐め続けたケビン・ガーネットまでが立て続けにセルティックス入りを果たし、リーグでも屈指のビッグスリーが形成された。 2007から08シーズン、協調性を重んじる3人のスターは、見事なパフォーマンスを見せ、レギュラーシーズンを全体1位通過すると、プレイオフでも順当に勝ち上がり NBA ファイナルに進出。幼少時代から見てきた、ロサンゼルスレイカーズとの古豪対決を制し、優勝を果たした。ファイナル第一戦に右膝を捻挫したものの、シリーズを通して、 チームを支えファイナル6戦で平均21.8得点、4.5リバウンド、6.3アシストの活躍でピアースはファイナル MVP の栄冠に輝いた。2010年11月4日にはセルティックス史上では3人目となる通算2万得点を達成した。2013年6月28日、ケビン・ガーネット、ジェイソン・テリーと共にブルックリン・ネッツに移籍した。 2014年7月17日、ワシントン・ウィザーズへの移籍を発表した。移籍が決まった際に、自身のフェイスブックにジョン・オールや、バラク・オバマ大統領などに向けて、DC に来たぞ、と書き込み、喜びを表した。2015年7月1日、ロサンゼルス・クリッパーズと3年に1000万ドルで、契約を結び、初めて、アメリカ西海岸でプレーすることになった。 しかし、クリッパーズ加入後は、衰えが否めず、2015から16シーズンは、自己最低の成績に終始し、2016から17、シーズン限りでの引退を表明。2017年2月5日の TD ガーデンでの、フルスボストンセルティックス戦では先発で起用され、フルスのセルティックスファンから大歓声を受けた。そして4月30日、 プレイオフ1回戦のユタジャズとの第7戦に、クリッパーズは91から104で敗れ、ついに、ピアースの19シーズンにわたる、選手生活が終了した。2017年7月17日、ボストンセルティックスと1日契約を結んだ。同年8月17日、セルティックスはピアースが着用していた背番号34を永久欠番にすると発表した。 2011年4月ピアースは、プロ入りデビュー3年目を目前にした2000年9月25日、ロサンゼルスのクラブにおいて、暴漢に襲われ瀕死の重傷を負うという惨事に巻き込まれた。その場に居合わせたトニー・バティが救出したものの、ガラスの瓶で頭を殴られ、顔、首、背中など全身11箇所を刺されるなどして病院に運ばれ、緊急手術を受けた。 肋骨に受けた刺し傷は肺までわずか1インチ足らずのところまで達していたそうである。ところが、そのわずか3日後に退院をし、驚異的な精神力と回復力で、約1ヶ月後の開幕戦に復帰を間に合わせた。さらに、満身創いながらも、チーム唯一の全82試合に先発出場を果たし、周囲を大いに驚かせた。また、 アントアン・ウォーカーを上回る平均25.3得点を上げ、チームのリーディングスコアラー選手に急成長した。レブロン・ジェームズとマッチアップする、ピアース・コーシュ両面で活躍するオールラウンダー。高いオフェンス能力を持ち、キャリア通算で1試合平均23.2得点。2005-06シーズンには、キャリアハイの1試合50得点を上げる。 プロのスコアラーにしては珍しく、身体能力に頼ったプレイよりも、基本に、忠実なプレーで得点を重ねていく。ごく平均的な身体能力ながらも、シュートセレクションの良さや、シュートまでの駆け引きで相手を翻弄する、うまさを持つ。シューティングガードとスモールフォワードを兼任できる、スイングマンの典型。フィジカルは強く、幅のある体でファウルをもらい。 フリースローを確実に沈めることができる。インサイドで得点するだけでなく、3点シュートもうまく、毎年100本以上決められる能力を携える、高精度なシューターでもある。オフェンスだけでなく、様々な面で、チームに貢献する。ピアースの身体サイズは、ごく平均的だが、1試合で7リバウンド、4アシスト近く計算できる、総合能力を備える。また、 前述の死傷事件などもあり、心身ともに非常にタフな選手として知られる。アメリカで成功するには、メンタル、トレーニングと一貫性が不可欠だとピアースは語る。ウィザーズに移籍してから、ジョン・ウォールやブラッドリー・ビールといった若手選手たちに、こんなアドバイスを与えていたという。決断しろ。お前は、グッドになりたいのか、それとも、グレートになりたいのか もしグレートになりたいのであれば、気が向いたらだけでなく、毎日やるべきことをやれ。カリフォルニア出身のピアースは、幼少の頃は、レイカーズのファン。地元カリフォルニアの家族や、友人の前でバスケットをするのは、夢だったと話しながらもレイカーズではなく、クリッパーズと契約した。長年セルティックスでプレーしていたため、レイカーズでするのは、絶対無理だったそうである。 ありがとうございます。